皆さんどうも、ピーシマです。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで、まあ、前回クリアした遊軍救出戦ですかね、アンナの記憶が、まあ、あの2つあって、1つは手に入れてたんですけど、まあ、2つ目を手に入れてきました。で今回ですね、行くところがこちらですね。制限時間内に敵を倒せ、多分、キャラクター的に多分ウードが関係してる、まあ、ステージなのかな、まあ、出てくるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、こちらの方ですかね、今回やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。制限時間内に500体撃破ということですね。さてこっちに、あ、レオン、ウードは出てこないのかな。出てこないっぽいですね。さてそうですね、じゃあ誰で行きましょうかね。まあ相手がね、多分48とかぐらいですね。そうだな、レオンが出てきてるのであればエリーゼで行きますかね。まあ、結構あの移動ですかね、もう、まあ、機動力があるので、まあまあそこまで苦労はしないでしょうし、まあ魔法なのでね、そこまで、まあ柔軟にいけるかどうかちょっとわからないですけど、まあ移動力ですかね、機動力と、まあ、あと、まあ、この魔力ですかねを生かして、まあ、今回このエリーゼですかねで行こうかなと思います。よろしいですか。よし行きましょう。さあ行きましょうかね。多分7分、そうですね、7分で500体なんで、まあ結構なね、広範囲っていうんですかね、まああの敵を攻撃してくれるんで、ね、まあ、そこまで、まあ時間かからずになんか行けそうな感じはしそうな気もしないではないんですけどね、まあ、とりあえずちょっと全部倒していきましょうかね。でレオンが不穏な動きしてるんで、ちょっと向かいましょうか。そんなに死にたいなら絶望の闇に突き落としてあげるよ。さあ行きましょうかね。まあ多分同じ魔力同士なんでね、まあ結構ちょっと苦戦しそうな感じはしますけどね。まあただちょっと覚醒をね、ちょっとどっかで見つけたいなと。まあそこまで減らないですね。まあ一応目標500体撃破しないといけないんでね。さてどこかに覚醒か何かが転がってないかなっていうのをちょっと探しながら戦うのはちょっと難しいな。ただ、それはないな。大体拠点とかにはあったんですけど、お金でな。ああ、両方ともお金だ。じゃちょっと別の場所ですかね、探しながら行きましょうかね。覚醒は転がってない感じかな、もしかして。さて、まあボスよりもちょっともう敵ですかね、雑魚敵をどんどん倒していきましょうかね。まあ雑魚敵倒しながら、まあボスにもまあ多少ダメージ与えれれば一番いいかなと。あ、まあまあ増援が出てくれるのは全然ありがたいんだね。侍、あ、すぐ近くにいる。あ、いたいた。さて、じゃあどんどん倒していきましょうかね。まあ、侍もこれでどこまで減るかですけどね、まあ、結構減ってくれた。ミッション失敗です。そんな、よし、ここでとりあえず倒しましたね。あ、覚醒ではないのか。
なんて強さだ。さてでもそのまま他の武将ですかね、もう倒しておきますか。まあ、がっつり減らしてくれればね一番いいんですけどね。あ、倒しましたね。お、覚醒回復、あっちか。ただね、あの500体なんでもう時期もう500体になりそうなんですよね。せめて輸送部隊いた。なんか終わってしまいそうなんですけどね、これで覚醒手に入れて、もし行けるのであればちょっとレオンを倒しに行こうかなと思ったんですけど。ミッション開始です。お、まだ大丈夫だな。お、サクラも出てきた。ただちょっとこれこのまま行くと微妙になんか雑魚敵が寄ってきてるんでね、それでなんか500体まで行ってしまいそうなんですけど。よし、オッケー。さあ落とせ。勝てるわけないって。あ、もう取ってるやん。さてそうですね、サクラ出てきたのであればサクラの方に向かいますかね。で時間がまあ7分なんでね、まあまだあるんで大丈夫でしょう。でまああともう敵の数ももうあともう30体ぐらいなんでね、ちょっとサクラを相手しに行きますかね。じゃあさあ覚醒で、まあもしかしたらもうサクラ倒す前に終わってしまうかもしれないですけどね。ああもう終わってしまいましたね。やっぱり、まあ、500体だったらやっぱあっという間ですね。はい、ということで戦績の方は S ですね。で S ランク報酬で特攻役と、あとバトル報酬でレオンの方位ということですね。やった、私が一番。さてそうですよ、これでなんか会話が発生するのかなと思ったんですけど、そうでもないですね。ただこれでもうウードと合流はなんかできたっぽいですけど、何も会話はないんですかね。ゼロ出現、これ最初のやつかな。守るべき者たちの身が危ないとならば、ほとばしる闇の本流をまといし剣で勝利という名の輝きを俺たちが見せてやる。はあ、勝手に一括りにするな。俺は一人でも奴らを天国に行かせてやれる。あ、なんです？多分これは一番最初のものかな。なのでまあ会話なしで、多分一応クリアでまあ合流という形になるみたいですね。それなのでまあ次回こちらですね、ゼロの方かな。こちらの強撃突破戦難易度レベル26で S ランク報酬ゼロの逆級って読むんですかね、これは。まあ多分ゼロのその多分専用武器でしょうね。まあそれが入るので、そうですね。まあぜひ手に入れてみたいので、まあ次回ちょっと S ランクですかね。まあ S ランク、まあ S ランク報酬ですね。まあゼロの武器を手に入れるようにやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。